エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回も漂流者を支配しながら街づくりができるヘブンドッグをプレイしていきたいと思います。人が増えてきたりしたんだけど、いろいろ整理しないと人を受け入れることもできないので、ちょっと整えたいなと思います。いや、思ったより、ね、人が来てるんでね、ちょっとびっくりしてるなんだけどな、まあまあ自分の家もないんだよな。ちょっと作れるかとかいろいろ試しながら整理していきます。ちょっと待った、あのね、今ね見たら、片付けしようと思った瞬間ね、岩場を作れって言われて、岩場、あーなるほど、眠る場所がないからみんな疲弊してる、やべえブラック企業みたいになってる。あったあったあった、スリーピング、これ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 を作って寝床を作ろう。まずじゃないとブラックすぎる、ほらもう死んでるもん、死にそうになってるもんオッケー、スリーピング、岩場、ねどこだ、これでいいの？寝床ってこれでいいの？はい。今整理してたんだけどね。ほら、ほら行くんだ。ほら。休息できる。これ俺も休息できんのかな？あれ？この人寝てない？いや、気絶したのか。寝床作ったのに先に力尽きてしまったか。まあ寝れたからよしだね。君邪魔だから一旦ここで寝てもらってで、ここ居住スペースにしたいの。ただそうなるとここが見えなくなるから、あ、ここかなあ。たださ、これそうだね、こうこうだね、ですれば OK。 そしたらここにさ、大量の家を当てることができるやろ。よしよし。あとは研究でなんかできた。キューバーステーション。ああ、任せれたやつは鉱石とかも探してくれるんだ。へえ。すごいね。まずは鉄鉱石を誰に任せるかみたいな感じなのか。これ。いろんな人いないと結構辛くなってきたね。まあ新しく一人入れれる。あとはこれは何でしょう。精錬場。精錬してアップグレードするんだ。はあ、すごいね。じゃあこう。よし。じゃあまず奴隷を一人雇おう。はい、どうぞ。あげる。はい。働け、働け。家はあげるから。あとこれでね、鉱石もね、今ね、10個溜まってるから、この鋼鉄もちょっと、うまく使いたいね。鉱石がなんとか集まったので、橋をつなげたいなと思います。やっと集めれたからね、鳥ちゃんとこまで行けるかな。この畑は勝手に使っていい感じだね。マシェルターもある。なんか降ってくんのかな。雷よけとかぐらいかな。鳥小屋は餌入れればなんか手に入る感じだね。まあただでニワトリゲットだね。研究もちょっと見てみようか。おい、祈り小屋だって。幸福度が上がる。ああ、幸福度上げるのか。幸福度が上がるんだって。やっぱモチベ上げてこそブラックだよね。餌で釣るっていうね。でも作るのには焼き魚がいるのか。これもこれでちょっと大変だな。さあ、教会建てるぞ。パッパパーン。これね、建ててもね、音ならんからね。自分で言うしかない。これで幸福度が上がるらしいから、まああれだね。で、むしろ教会だから信者になってくれるはず。盲目な信者にね、これで完成するはず。とりあえず、はいはい、こんな感じか、アイテムとしては。で、食べて、水。そうだね。
水もちょっと飲もうか。よし、オッケー、飲んだ。あ、潜水できる。どう来たか、どう来たか潜水って。ただこれね、俺死ぬんじゃねっていうやめよう、これは俺じゃね。さて、いろいろ進めてきたんだけど、そろそろ拡張していかないと狭くなってきたんでね。まあ、これどっから拡張しよっかな。こっち側もあるし、反対側もあるんだよね。こっちもね。でも行き着く先がちょっと違うっていう感じか。どっちかな。とりあえずなんか数が多いこっちからの方が良さそうかな。とりあえずね、少ないからね、資材が。じゃあこれで土台作っていってっていう感じかな。うわー、また橋いるのか。これ鉄鉱石誰か作らせたりしとかないと大変なことなりそうだね。あ、そんなに急いでやるゲームではないから、のんびりでいいんだろうけどさ。こっち、そうだな、通路的にめっちゃ邪魔だね。やっぱ鋼鉄足りないね。精錬させないといけないかな。こっちもちょっとこっちで広げるとね、素材集め楽になりそうだなと思ってね。結構ごちゃごちゃしてるのよ、この辺り。あー、あったあった、いい宝。あー、これ確定じゃないんだ、ランダムなんだね。そうか、じゃあやっぱりダイビングとかも整えつつとかだね。で、ここが、あー、やべ埋めちゃったいやー、慣れてない弊害がこういうところで出る。いやー、木材なくなっちゃったね。まんま使ったみたいだな。しかも一人待たせてんだよな、この人。種だって種20個か。種20個って結構生命線なんだよね。なんでさよなら帰れ帰れ。もう種20はちょっと取りすぎだって。あ、これあれだよね、アップグレードもして効率も上げたりとかしていかないとちょっときつくなってきてるんだよな。まあ、単純に増やせばいいかっていうよりかは質上げないとね。ちょっとここ拡張しよっか。さっき木材大量に手に入ったしね。よし、これで拡張 OK。で、この人は航空を研究して物資を持ってくれば古代の技術をまた動かすことができる。そしたらどうなるんだろう。必要なもん何がある。研究しないといけないんだ。うわ、大変すぎるって。なんかね、教会だけでは幸福度が上がらないっていうか、上がりきらなかったんで、特別なものを作ろうと思います。で、今回はダンスフロアを作ってストレス発散させてあげようかなっていうね。踊ってる、みんな踊ってる。あ、踊ってるね。ダンス独特すぎんか。あっさり帰っていった。さて、右側のフラーなんだけど、いろいろ足りない素材とかあったんで、居住スペースと罠を置きました。これでね、罠に引っかかってくれれば素材もらえるんだけど、そろそろ時間だと思うんだけど、どうかな。あー、閉じてるね。一つで一種類手に入る感じか。ああ、これは集めるのに骨折れるね。さあ、次は灯台を修理しようと思います。灯台に光を灯すと、その光は月を差し、遠くから小舟が向かってきた。OK？ 何が OK な？何君？素敵な居住地だね。でも私は住もうと思うに来たわけじゃない。私は海のスカベンジャーさ。ああ、なるほど。取引だって。ハンマーって何？一つの鉄鉱石で、ああ、なるほどね。半分になるってことか。ああ、だからこれ、例えば、鋼鉄欲しいな
押したらってことか。で薬とかもってことね。でそうなったら君何くれるのかっていう話か。生野菜が2だから物々交換だね、いわゆるね。ゴールデンフィッシュはそのままで、焼いた肉、そうだな、生肉もちょっとあげて90、有効度が1必要なんだ。オッケー。ハンマー気軽に買ってね。いや買う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 。ハンマー普通に1個欲しいよね。ってなるとそうだね、やっぱ毎回洗わないといけないんだ。はあ。なるほど。ってなると50、あと60。さあゴールデンフィッシュめちゃくちゃ必要ってか大事だね。こうえどうだい。よし、ムチとハンマーがある。あートレーダーからゲットできると。なるほどね。まあこれででも物資的にはだいぶ良くなったっていうところか。めちゃくちゃやばい。なんかあれだな、ベッドになんちゃらかんちゃらってきてるな。二つ置けだって、薬足りないって。そもそも薬作らないといけないから、多分薬買うんだろうな。とりあえずまたやれることはしたんだけど、研究とかしていこうか。ちょっとやっていかないとね。まだまだいっぱいあるからさ、先がやっていって、育てるっていう感じかもしれないね。あれまた来た、なんかめっちゃ流れてくるやん。しかも水よこせって言われた。手元ないんだよな。とりあえず集めるか。さあ集めました。ちょっとね、集めるの自体時間かかってね、回収がなかなかできなかったんで、ね、ちょっと大変だった。でこの人バーテンダーみたいだね。あーバーに配置したらうまいことやってくれそうだね。いやー、こう考えるとだいぶ人集まってきたね。狭すぎるよね。まあこれでうまく配置とかすればさらにっていう感じなんだろうな。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回です。バイバーイ。